大谷地そうめん、三重の糸大谷地そうめんは、江戸時代の幕末期から、三重の糸、伊勢そうめんとして知られ、農家の副業として生産されるようになった三重県、四日市市、大谷地区の特産品のそうめんである。太しめであることと、腰の強さを特徴とする。大谷地の手延べそうめんは、江戸時代のある日一人の旅の僧侶が、ともあきの農家に、一夜の宿を来い。 その大谷地域の人々の親切なもてなしに大変、喜びを例として、そうめんの作り方。他の説として、イボの糸の産地である、ハリマ国からの移住者が生産を始めたのが起源と、するというものがある。三重県の北勢地域は、小麦産地であり、大谷地周辺は朝、秋川の清流と、鈴川卸の服環境を背景として、そうめん作りに適した条件が整っていた。 幕末から明治初期に大塚玄三、春日部金五郎らがそうめん作りに従事していたが、兵庫県向郡深江村の田中英五郎、姫路市の堺井富造、伊勢田直吉が来村して、名田式のそうめん作りを開始した。その技術の優秀さに惹かれて、水谷五少ほか数名がその灘式そうめん技術を習得して、本格的なそうめん作りが開始された。 1897年頃には大谷地を中心にして185個が生産に従事して192,373円の生産額を上げた。しかし、生産額の増加により粗悪品も出始めて、大谷地そうめんの評価は下落の傾向を見せ、市場取引を混乱として、1907年頃には12,000円に落ち込んだ。これを憂いた佐藤大谷地村長は、 1912年には生産額は34万円以上に上昇して、個数も276個と増加した。大谷地,地区のそうめん作りは、ほとんどが農家が真冬の農寒期を利用した副業であった。大正時代には、三重郡戸田町、富須原町、川越村、朝日村、八里村、下津村でも、そうめん作りがされるようになり、300個以上の製造業者がいた。 製法も大正中期から機械生産に移行して手延べそうめんの生産額は減少に至った。製造工場に製造農家が押され、1930年には244個となり、1940年には185個の個数が減少している。太平洋戦争中の休業状態から再開して、1951年の小麦の食料統制が撤廃後、 再び製麺業が活発化した。1955年には100個以上が製麺業に従事し、生産量も9キログラム入り6万箱を超すほどとなった。しかしその後は大谷地,地区の都市化、住宅化が進展、農家やそうめん製造業者よりサラリーマン家庭が急増。大谷地そうめん従事個数は1970年度には約40個となり、 生産量も3万箱と半減している。銘柄としては、広告の糸、公営の糸、八万の糸、三重の糸、桜の糸、藤の糸、友明の糸などがあった。手延べヒア麦の製造は1959年に、瞳見実るによって考案された。ヒア麦生産の開始後、ヒア麦の生産量が多くなり、ヒア麦生産が主体となっている。2015年現在では、金魚院、 無議員、王議員の3つの銘柄があり、6件ほどの製麺所にて製造が行われている。大焼そうめんの生産量は日本のそうめん生産量の1%にも満たない。大焼そうめんに限った統計ではないが、米麦加工食品生産動態等統計調査の乾麺類の都道府県別生産量によると、平成21年度においては、三重県はそうめんで、 全国第12位、手延べそうめんで、全国第9位、冷や麦で、全国第16位、手延べ冷や麦で、全国第2位である。中部地方で、ほぼ消費されており、他の地域ではあまり流通していない。生産者の後継者不足、家内工業的な小規模生産のため、供給が需要に追いついていない。ありがとうございます。